ナンバーアンダーライン愛の海外挑戦は本物。コーチェラ以外の目立った活動は、ナンバーアンダーライン愛のグローバル戦略とは、ニューズウィーク日本版で明かされる真実。2023年5月、旧ジャニーズのキングプリンスから脱退した平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんが、同年10月に滝沢秀明氏が代表を務める芸能事務所、戸辺で、ナンバーアンダーライン愛を結成しました。 この新しいユニットは、結成当初から海外での活動を強く意識しており、公式の SNS アカウントでは全て英語で投稿されています。しかし、結成から約10ヶ月が経過した現在、彼らの海外での目立った活動は2024年4月にカリフォルニアで開催されたコーチェラフェスティバルへの参加のみで、主に日本国内の CM や音楽番組への出演がメインとなっています。このため、ファンの中には彼らが、 世界に挑戦するエンタメとして紹介されることに違和感を覚える声も少なくありません。その一方で、2024年8月6日に発売される、ニューズウィーク日本版では、ナンバーアンダーライン愛の密着ドキュメントと独占インタビューが掲載されることが発表されました。この雑誌はニューヨークに本社を持ち、主に政治や社会情勢を報道する週刊誌です。今回の日本版では、 ナンバーアンダーライン愛の3人が表紙を飾ることになり、アマゾンではすでに予約販売が始まり、人文社会政治の雑誌ジャンルで1位となるほどの注目を集めています。通常版と特別編集版の2種類が発売され、特別編集版にはインタビューの英訳も掲載されるなど、まさにグローバルを意識した内容になっています。しかし、X 上では彼らの活動はほぼ国内向けなのに、 どうやって記事として取り上げるのか楽しみ半分、怖さ半分といった声や、ぬんべりは相変わらず日本にいる W シンプルにぬんべりはいつまで日本で活動してるの。早く海外行きなよといったツッコミが見受けられます。このぬんべりという表現は、YouTube を「ようつべ」と読むようなもので、彼らがまだ日本にいることを揶揄しています。確かに、今やどこに住んでいても世界とつながることができる時代です。 生身の体で外国に行かなくても、自分自身を動画で撮って YouTube や SNS にアップすれば、世界中の人々に見てもらえるチャンスはあります。ナンバーアンダーライン愛の3人には、さらなる活躍が期待されています。旧事務所の亡くなった女帝は、辞めたタレントをテレビ画面から徹底的に排除し、うちの子じゃないんだから、と厳しく扱っていました。熱心なファンもその考えを引き継いでいるように見受けられます。 しかし、3人は信じた道を進んでほしいものです。世界で活躍することは、日本人にとって非常に厳しい挑戦です。特にアメリカでは、チャイニーズやコリアンのコミュニティが大きいのに対し、ジャパニーズのコミュニティは小さく、純粋なエンターテイナーとしての評価が大きく左右されます。ニューズウィークの表紙になったこと自体が画期的なことであり、彼らがどこで活動しているかよりも、 その挑戦がどれほどの意味を持つかを理解してほしいものです。トランプの次の表紙を飾るということは、それだけでも非常に重要な出来事です。彼らはゼロから楽曲制作を行い、海外配信をしながら、今年の目標は、今まで会えなかったファンに会いに行くことです。徐々にその目標を達成しつつあります。また、トラビスジャパンも世界デビューを果たし、ドラマやバラエティにも頻繁に出演しています。 中井さんが退所した理由についても、様々な積み重ねがあったと述べており、彼自身の精神状況や発表されている退所理由だけでは説明しきれない部分もあるでしょう。旧事務所では、社長のお気に入りとそうでないタレントとの仕事の分量に大きな差がありました。公文社のスマート FLASH などのゴシップ誌が、ナンバーアンダーライン愛のことを揶揄する記事を書く理由は理解に苦しみます。 彼らは大きな事件を起こしたわけでもなく、スキャンダルもなく、夢を持って真面目に芸能活動をしているだけです。そんな彼らを攻撃する理由をぜひ聞きたいものです。彼らはゼロからの楽曲制作を行い、海外配信をしながら、今年の目標は、今まで会えなかったファンに会いに行くことです。徐々にその目標を達成しつつあります。公文社や講談社のような出版社が、 辞めたタレントを必要に追いかけ回して記事を書くことに違和感を感じます。ナンバーアイの3人にはさらなる活躍を期待しています。彼らが選んだ道を信じて進んでほしいです。世界で活躍することは非常に厳しい挑戦ですが、どこに住んでいても世界とつながることができる時代です。生身の体で外国に行かなくても、自分自身を動画で撮って YouTube や SNS にアップすれば、 世界中の人々に見てもらえるチャンスはあります彼らの挑戦がどれほどの意味を持つかを理解し応援してほしいものです。彼らの活動は始まったばかりです。今後どのように展開していくかを見守ることが大切です。確かに現在のナンバーアンダーラインアイの活動は主に日本国内に限られていますがこれは彼らがしっかりと基盤を固め次のステップに進むための準備期間であると考えるべきでしょう。 彼らの努力と才能は違いなく評価されるべきですし、その成果が徐々に現れてくるはずです。そもそも、海外での活動とは必ずしも物理的に海外に拠点を移すことを意味するわけではありません。日本に拠点を置きながらも、世界中のファンとつながり、国際的なプロジェクトに参加することも可能です。実際に、多くの世界的なアーティストは自国を拠点にしながらも、グローバルな活動を展開しています。 彼らの成功は、場所にとらわれずに活動する新しいモデルを示しているのです。また、彼らが参加した、コーチェラフェスティバルは、アメリカの音楽シーンで非常に影響力のあるイベントであり、これに参加したこと自体が大きな一歩です。これをきっかけに、さらに多くの海外イベントやプロジェクトへの参加が期待されます。彼らがどのようにして国際的な舞台で輝くのか、その過程を楽しみにしているファンも多いはずです。 さらに、彼らの活動には SNS の活用が欠かせません。SNS を通じて、彼らは世界中のファンとリアルタイムでつながり、直接コミュニケーションをとることができます。このようなデジタルプラットフォームを活用することで、彼らの音楽やメッセージは瞬時に世界中に広がります。特に若い世代のファンは、こうしたデジタルツールを駆使して新しい音楽やエンターテインメントに触れることが多く、 彼らの活動は非常に効果的に受け入れられるでしょう。それに加えて、彼らの音楽やパフォーマンスには独自の魅力があります。これまでのジャニーズ事務所で培った経験やスキルを生かし、独自のスタイルを確立しています。彼らの音楽は、日本の伝統的な要素と現代的なポップカルチャーを融合させたものであり、これが国際的に評価されるポイントとなるでしょう。彼らの挑戦は、 単なるエンターテインメントの枠を超えて、多くの人々にインスピレーションを与えるものです。彼らの努力と情熱は、若い世代に夢を追い求める勇気を与え、困難に立ち向かう力を示しています。彼らがどのようにして逆境を乗り越え、目標を達成するのか、そのプロセス自体が一つの物語となり、多くの人々に感動を与えるでしょう。また、彼らが直面している批判や疑問も、 ある意味で彼らの成長の一部です。批判に対してどのように対処し、それを糧にしてさらに成長するかが、彼らの今後の成功に大きく影響するでしょう。これまでの活動を通じて、彼らは多くの困難を乗り越えてきました。そして、その度に強くなり、新しい挑戦に立ち向かってきました。彼らの挑戦を支えるファンの存在も忘れてはなりません。ファンの応援は、 彼らにとって大きな励みとなり、前進する力となります。SNS を通じてファンと直接つながることで、彼らの活動はより一層充実したものとなるでしょう。ファンの声に耳を傾け、彼らの期待に応えるために、彼らは日々努力を続けています。今後、彼らがどのような道を歩むのかは未知数ですが、その旅路は確実に興味深いものになるでしょう。彼らの挑戦が成功するかどうかは、 時間が経てば自然ととかることですしかし、その過程で得られる経験や学びは、彼らにとってかけがえのない財産となるでしょう。最後に、彼らの活動に対して疑問や批判を持つ人々にも、ぜひ彼らの努力や情熱に目を向けてほしいと思います。批判は時に必要ですが、それが建設的なものであることが重要です。彼らの成長を見守り、応援することで、私たちもまた、 新しいエンターテインメントの形を共に作り上げていくことができるのではないでしょうか。世界に挑戦するナンバーアンダーライン愛の物語は、これからも続いていきます。彼らの次の一歩がどのようなものであるか、その瞬間を見逃さないようにしましょう。そして、彼らが目指す未来に向けて、私たちも一緒に歩んでいければと思います。ナンバーアンダーライン愛の挑戦は、まだ始まったばかりです。 その旅路に寄り添い共にその成功を祝う日を楽しみにしています。